おはようございます。現地もすこぶる良好で、インスタで岡山のグルメ情報をしてます、花と申します。浅野由依です、お願いします。ケンさんと小川由依さんに来ていただいて、僕は普通のおじさんですか。いえいえ、わけのケンさん、ハムユーカーなんですね。久々のユイちゃんの登場でございます。よろしくお願いします。小川さんが今回市場初めて、初めてなんですね。ケンさんと僕でエスコート、あ、お願いします。まあ、店舗があるんです。そうです、いろんな種類のですね。僕は、はい、卵屋さんが、あ、すごい、そんなないんですけど、卵焼きとか販売したり、あ、鶏肉関係の、あ、めちゃくちゃ美味しい、ヨードラン光っていう、こんな見たことない、あ、なんかこんなの初めて、どこ、ね、こんなことって珍しい、見たことない、うん、見たことない、切ってね、うんうん、確かに、100円150円、めっちゃ安い。安い。不要かなみたいな時はあったりしたんですか。なかった。あ、なかったんですか。いや、全然全然。え、でもなんかの海鮮丼のイメージ、はいはいはい、なんかよく海鮮丼とか、あとなんかがっつり系のものが多いかなみたいなイメージです。買い物はたまにあるけど、はいはいはい、よくご飯食べに来た、それこそ15年前ぐらい、めっちゃ前じゃない、変わりました、雰囲気。いや、一緒でしょ。ああ、そうなんだ、変わらず。ここは、あの、果物屋さん。ちょっと、おすすめあります。あ、社長、小川さんは何の果物が言ってますか。メロンが、あ、メロンなんですね。これが、色がすごい、うんうん、これもみかん、これ、みかん、はるかいうみかん、はるかいうみかん、はい、すごい色が、うん、ちょっとな、桃っぽい、うん、確かに色合い的に、はい、うん、ドロッとしますね、うんうん、はい、いただきます。ちょっと大人なんかな、あ、うん、美味しい、うまい、爽やかですね、甘さがこう、大丈夫かな、大丈夫かな、うん、美味しかった。はい、ということで今日のお昼ご飯というか10時半なんですけど、はい、小川さんにぜひ海鮮丼が、あ、はい、ありがとうございます。はい、ということでやってきたのは揚げどころ春夏秋冬さんです、うん、はい、こちら揚げどころなんで、市場のこう、なんだ、魅力の一つがこう定食関係のメニューが充実してて、揚げ物とかなんですけど、ここは揚げ物と海鮮丼の両方が食べれるセットがあったりします。最高ですね、はい、午前、海鮮丼、揚げ物、味噌汁、わー、すごい、美味しそう。ミニセット、ミニ海鮮丼もあるから、あ、でも、フライが結構、そうですね、ウニフライとアジフライと、うん、おすすめってなんかあります。今日のおすすめは、はい、アナゴ天丼、煮アナゴと、はい、まあ、海鮮はおすすめですね、海鮮系は。じゃあ、お母さんは満腹午前で、はい、ケンさんは、はい、デラックスセットと、マンボコレルとデラックスと、アナゴの2つと、2つとね、はい、はい、小川さん、なんかごめんなさい、自分から、あえてちょっとお聞きしたいんですけど、小川さんのなんかこう好きなタイプをぜひ教えていただきたいです。でも優しい人が好きです、はい、定番ですけど、はい、いろんな行動してくれたら嬉しいみたいな。こんな行動、いやでもなんか、はい、こう冬とかにこう寒かったら、はい、こうなんかこう薄着だったらこう、はい、かけてあげるとか、コートをかけてくれたりとか、もうなんか定番なやつらしいかもしれない。寒かったらコートをかけてあげて、プラスコーヒーみたいなのも、あ、そう、準備してあげたら、そのハッピーとかダメですか。で、嫌だと思う。で最後に、じゃあせやしよで完結します。あ、せやしよで、おすすめはアナゴ丼、煮アナゴ丼とアナゴ天丼、僕煮アナゴ丼頼んだんだけど、うん、めっちゃアナゴ天丼美味しそう、美味しそうだよね、美味しそうだね、めっちゃ美味しそう、うんうん、交換しようや、でも私これ頼む、美味しそう、いや、けど迷ったんだけど、でもこっちもめっちゃ美味しそうじゃん、美味しそうじゃない、なんよ、けどこっちが食べたいわ、うん、一本ずつシェアする。いいんですか、うん、ありがとう、うん、以上です。いや、分からん分からん。で、来ました。ね、美味しそう、うわ、めっちゃ美味しそう、僕アナゴめっちゃ好きなんですよ。あ、本当、私も好き、はい、後でちょっとシェアするから、うん、ちょっと先食べるね、うん、いただきます、うん、いただきます。煮アナゴ丼最高、めっちゃ美味しかったわ。私
私も食べたいって言っとったんが、え、最初さ、来た時に、なんかシェアしようねっていう話だったと思うんだけど、いや、言ってない言ってない、そんなの絶対言ってない。え、だって数秒前のことも忘れた。え、怖いんだけど、本当に言ってない、本当に言ってない。本当に逆に記憶喪失じゃないですか。え、やばいやばいやばいこれ、あの、事故やばいやばい、おいしそうな携帯を撮ってもいい。おいちょっと、すげえ、おいしそう。ありがとうございます。励みになります。すごい豪華ですね。やっと、うまい。孤独のグルメ。やわらかい。匂いよ。重量感がすごい。本当ですね。小川さんの通り。あれ、ブレーなかなかです。美味しい。なぜも分厚い。シェアってどういうこと？味から美味しそう。欲しい。めっちゃ噛んじゃったよ。なんかそういう変な感じでよく。花さんシェアとかやめてください。さディレクターの本番。でも普通に食べますよ。じゃあこの後もみたいな。とか2軒目があるんですね。食べれんと。お好み焼きも楽しみですね。この前の仰天ニュースを見とったら。ああ、ですよね。仰天ニュース、まあいろいろ。はい。ああ、美味しい。いや、お腹いっぱいですね。いっぱいですね。ああ、やっぱりだ。いや、お腹いっぱいでした。美味しかったですか。美味しかったです。ありがとうございます。新鮮海鮮でね、美味しかった。今日市場初めて来られたじゃないですか。はいはい。なんかこう来る前と来た後でなんか印象って変わりました。そうですね、印象はでも本当いろんなお店があるので、ここも入りたいな、そこも入りたいなっていうところがたくさんあったので、また2回目も来た時楽しめそうだなって思いました。ありがとうございます。はい。もう1回じゃなかなか全部回りきれない。そうですよね。またぜひ来ていただけたら。ジュナケンさんが、はい、面白い。いや、けど今日はケンさんがいろいろと、はい、あの裏で段取りをしていただいて、ありがとうございます。もう自分とご飯が食べたいのでね、たまに僕も心の、はい、命の選択です。はい、あのシェアで食べれなかったですね。はい。はい、ありがとうございます。小川由依さんとわけのけんさんと一緒に福福通りのグルメを楽しみました。どうも、じゃあ、分かりますか、最後。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、ありがとうございました。ですけど、お誕生日おめでとうございます。60と1、2人だ。じゃあな、はっきり言うて。あれはさっき最後に飲んで。ああ、ありがとう。いいですか。はいはいはい。土産をもらいました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。助かった。ゆいちゃんで、はい、こんばんは。あっちです。遠い。結構遠いかも。あったらあれ全然、はい。ドライブ。ドライブ。ドライブ、はい、ドライブ。時間ができたんで、あとは二人のゆっくりタイムで。はい、ありがとうございました。また、はい、ごゆっくり。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。